ヒマラヤ最強の戦士、ハルが戻ってきた。負けない戦士は負けない。闘争本能が無意識に立ち上がらせたか。だがこの圧力、満身創痍のそれではない。大丈夫だよアコヤ。甲野春夫は解析済み。何度立ち上がろうが私たちには決して勝てないよ。 甲野春夫の間が変わった。響く。質が変わった。一体何が起こった。俺は、おごりに支配されていたらしい。よくわかった。貴殿に敬意を表し全力で叩き潰す。ガオラの空気が変わった。やろう。 ボクサーから闘技さんに成り上がった。ありがとうガオランさん。<笑>これで先読みが使える。私が研究予測したのはグローブをはめていない全力のあなただ。手は尽くした。あとは微調整をするだけだ。 分かっているさ。あなたは私とは別次元の強さを持っている。本気を出したあなたの攻撃一発でももらえば敗北は確定的だ。最高じゃないか。これこそ私が求めていたもの。いざ尋常に勝負。 終了。覚えときな。プロレスラーはな、演技がうまいんだよ。初めて聞く音。これが肉がコンクリートに叩きつけられる音。時田、時田、やられた。おい立ておれ。 正義のために正義を執行する。 離さないよ。そう、まだそんな余力が。よし、痛みが戻ってきた。これは辛い。俺たまらに連打連打連打。しかしこの選手普通に顔を歪めながらもその手を離さない。離したら負ける。腕がちぎれた。
Kushaku! Kushaku! Kaku naru ue wa!